北上市文化交流センター桜ホールは岩手県北上市桜通りにある北上市立の多目的ホールである。管理運営は指定管理者の一般財団法人北上市文化創造が行っている。大ホール、中ホール、小ホールのほか、ミュージックルーム、録音スタジオ、アクティングルーム、和室などを持つ。北上市内外の文化活動において貢献。 講演者のための託樹施設もある。主な用途は、コンサート、講演会、演劇、文化教室等である。レストランなど、飲食施設もある。桜ホール内にある、サテライトスタジオでは、火曜日に、もこの夜はこれから、の公開生放送。毎週金曜日に、スタジオサクーラルトの公開収録が行われている。大ホールが1503人。 中ホールは450人収容できる。桜ホールは2004年度のグッドデザイン賞建築、環境デザイン部門2005年度の第46回 BCS 賞2006年の日本建築学会賞を受賞している。 平成29年度地域創造対象 http コロンスラッシュスラッシュ www1.g-reiki.net スラッシュ kitakami スラッシュ霊気本文 C107RG0000783HTML 北上市文化交流センター条例北上市文化交流センター桜ホールより2010年9月18日閲覧ありがとうございます